はい、皆さんこんにちは、ヨネアンです。さあ今日なんですけども、イモラ、ムジェロに続いてアルガルベも今 F1 開催されるんじゃないかということで候補に上がってます。そのアルガルベ、このプロジェクトカーズ2に入ってますので、走っていこうかなと思います。ほとんどもう馴染みないんじゃないかな。皆さんどんな先とか知ってる人ほとんどいないと思うんで、まあすごいアップダウンがあるっていうふうにね、僕の解説の中で言いましたけど、どんなアップダウンなのか、このゲームを通して見ていただければいいんじゃないかなと思っております。じゃあちょっと行ってみましょうか。もうこんなね、写真というか CG ですけど、モダンな建物もあると。これがただメインストレートじゃなくて、インフィールドのなんかど真ん中のヘアピンの内側にあるっていう、なんでこんなとこに作ったのかなっていう感じですけど、まあ全体的にそのホテルとか、エンターテインメントとかいろいろ含めたサーキットみたいですね。今回もあまり好きではないんですが、このちょっと高めの、まあ、一応オンボードカメラ視点と言えるのかな、からお送りしていこうかなと思います。インディーカーがまあやっぱり一番早いのかな。一応フォーミュラー1っぽい、フォーミュラー A っていうのと、でもちょっとNA なんで古い感じですね。あと、フォーミュラルノーの 3.5 も入ってます。まあこれもまあまあいい感じではあるんですけど、一応やっぱり走り比べてみた感じだと、これらの中で一番、まあ、F1 に近いというか、まあ、一番こうダウンフォースが安定してる感じ。特にここの場合最終コーナーが高速でグーンと回っていくんですけど、そこで一番ペタッと走れるのはこのインディーカーでしたね。フォーミュラルノーもなんかこうレーシングカー運転してるぞっていう感じはあるんですけど、まあ、F1 に近いという意味ではこっちの方がまだ近いのかなっていう感じですね。なので、あ、今もう言ってる間に内側のモダンな建物通り過ぎちゃいましたけどね。ちょっとね、コース図で見るよりもコンパクトというか、一個一個のコーナーがまっすぐやってくるんで、こういうアップダウンもすごいんですけど、なんか割と忙しいなっていう感じので、コース図から想像してたよりも小さなコーナーが多い、低速コーナーが多いっていうんで、まああんまし走っててむちゃくちゃ面白いかっていうと、ちょっとまあ違う。特に今の重たくなって低速コーナーがあんまり速くないよっていう F1 マシンだと、F1 ドライバーからの評価はいまいちかもしれないなっていう感じのサーキットですね。ここから、最終コーナーです。ここがちょっとねバンクがついてて全開でいける、ただちょっと手前がグッと下がってるんで、あんまりダウンフォースが安定してない車だとそこでフロントがもうスポッと抜けるんですよね。これだと割と安定してるんです。こういうねちっちゃいコーナーが多いんですよね。でなんか異常にこうアップダウンがあるんですけど、アップダウンがなんかこう気持ちよくアップダウンじゃない、ここもグーンって下がってってブレーキングして超低速コーナーみたいな、なんかしっくりこないアップダウンの仕方、こういう登ってって、この登ってったところにエーペックスあったりね。鈴鹿とかね、ニュルブルクリンクとか、ああいう自然の地形を生かしたサーキットで、オールドスクールのサーキットってそのアップダウンがなんか気持ちよくあるんですよね。それに比べるとなんかここはすごく人工的にアップダウンのところに作りましたっていう感じで、ここもなんでじゃあ下ってって何の変哲もないところで下ってるだけっていう、なんかアップダウンをうまく活かしてない感じのコースのレイアウトなんですよね。今みたいにだんだんこう R が厳しくなっていくような、きつくなっていくような、割とストレス溜まる系のコーナーも多いし、変にこうティルケサーキットの影響を受けちゃってるっていうか、一応まあティルケサーキットじゃないらしいんですけど、なんかまあティルケっぽい感じはあったり、まあ、ここもね小さいコーナーではみ出るか出ないか微妙なみたいな、走る気持ちよさよりなんかテクニカルなっていう感じで、あんまし面白いサーキットではないですね。こことかもね、なんか変なところにアップダウンがあるから、まあ難しくしようとしてるんでしょうけど、
あんまり活かせてないかなっていう感じが走っててすごく感じますね。今のコーナーもすごい中途半端なんですよね。高速全開でバンっていけるかっていうとそうじゃなくて、で出口が厳しくなるみたいな、どこまでブレーキ踏むかみたいな微妙な、こことかもそうなんですよ。こうやって曲がってって最後にきつくなるっていう。でここも下るだけですよね、このアップダウンがね。せっかくこんな大きなアップダウンあるのに、なんか活かせてないなっていう感じ、すごいもったいない。当時アルガルベの写真見て、すごいアップダウンあるところをトヨタの F1 マシンとかが走ってて、あ結構なんか面白そうなサーキットだなと思ったけど、まあ実際にはあまりそのアップダウンを活かせてないというかなんか変なところにアップダウン、 ここもそうなんですよね。ぐわって登ってって、で1コーナーの手前でぐわんって下がって1コーナーでも1コーナーもなんか、中途半端な感じのコーナー。まあ、正直あんまし面白くないですよ、走っててポルトガルの田舎にあるとは思えない近代的なサーキットだけど、レイアウトはまあ正直面白くない。まあ F1 マシンで走るともう少し面白いかもしれないけど、まあムゼロとかイモラに比べると全然やっぱりスタイルがあまりに違うし、まあせっかくのアップダウンをなんかうまく活かしてないっていうのもすごい残念な感じがします。 F1 マシンだともっとここをキビキビ曲がっていけるんで多分面白いとは思うんですけど、まあそれでも何度も言うようだけど、やっぱりイモラとかムジェロみたいなコーナーの方、たくさん周高速コーナーがたくさんあるコースの方がやっぱり面白いですよね。ここなんて実質ここぐらいですもんね。でもこれももう全開で走ってくからコーナーじゃないし、これがワールドシリーズマイルノーとかになると、あの最終コーナー入ってくところはちょっとくぼんでるところがあって、そこでフロントの荷重抜けるんで、どこまで我慢できるかみたいな微妙なところなんですよ。今もはみ出ましたよね。はみ出るともうこれでトラックリミットでアウトみたいな、すんごいつまんないです。どこまで速いスピードでコーナー曲がれるかっていうよりは、どこまでブレーキの踏む量を少なくするかみたいな感じな速くしていく方よりもなんか遅くしていく方の勝負みたいな感じなんで面白くないですね。まあ一時期のティルケサーキットに、ここもそうですね、こうやって曲がってって次が小さいコーナーっていう、これ一番やっちゃいけないパターンですよね。でまあ初期のティルケサーキットってこういう感じなんですよね。だから2000年代中盤までのサーキット、例えばセパンとかバーレーンとかもそうだし、あとまあ富士もそうですよね。こういうだんだん厳しくなっていくっていうコーナーが多いんですけど、まあ走ってて面白くないですよね。テクニカルではあるけれど、だから何っていう感じになっちゃう。そういう感じでまあちょっとイライラしてしまうコースですね。なんか走ってて爽快感はないっていうのが、まあ、正直なところですね。まあ、今のティルケであればもう少しその走る喜びというか、ドライバー目線でもっと攻める面白さっていうのを結構追求してきているから、今ティルケがこれを回収すればもう少しこのアップダウンをうまく活かすような気がしますね。彼はアップダウンをうまく使うのが上手なんで、こういうなんか直線で無駄にアップダウン使うみたいなことはしない気がしますね。コーナーに絡めてコーナーのこのダイナミックさを高めるとか、走ってて爽快な感じを高めるっていう風にしてくると思いますけどね。という感じでちょっとオンボードカメラ映像ではなくて、このコックピット視点でも一周走っておきましょうか。またこの視点がね低いんで、こういうところはまあまあいいんですけど、どういう風に見え方が違うかと、
ことかはもう全然見えないですよね、出口がね。こういうのがやっぱストレス溜まりますよね、ドライバーとしては。全開で攻めていけるっていう感じじゃない、どこまで我慢するかっていう感じの我慢比べだから、すごい面白くないと思います。別にはみ出ても構わないんだったらいいけどね、はみ出てトラックリミット取られるんだったら意味ないですからね。登ってってせっかくブラインドでいい感じのアップダウンがあるにもかかわらずただ降りてくだけという。ここは本当にアップブラインドで次が見えないんですけど、その先がまあ低速コーナーなんですね。こういう小さいコーナーが多いんですよね、とにかくね。コース図で見るよりも小さいコーナーが多いっていう印象ですね。もっとなんかバンバン攻めていけるのかっていう印象だったけど、意外となんかつまんないっていうか、あんまだから全開率は高くないんじゃないかなっていう感じがしますね。まあこんな感じのコースですね。いかがでしょうかね、アルガルベ。場所はなんかね、ポルトガル南欧だから、まあ、ヘレスもすごいいいとこですけど、多分ポルトガル、アルガルベ、ポルティマンもすごいいいとこだと思うんですけど、なんか先とはちょっといまいちかもしれないですね。はい、そんな感じで以上、現場のヨネアンでした。一応ね、マックスが GT3 車両で走ったというので、まあ、GT3 でもじゃあ走ってみましょうか、どんな感じなのか。今のインディーカー、まあ、F1 よりちょい落ちるぐらいの感じの車に対して GT3 で走るとどれぐらいの感じなのか。 GT3 結構たくさん入ってるんですけど、どれで走ったらいいかな。 MAX は何で走ったんでしょうね。多分自分が持ってるポルシェの GT3 か、まあ、NSX の GT3 ってことは多分ないんでまあマクラーレンのこの650とかかもしれないです。今ちょうどね、マクラーレン、ロジテックマクラーレン G チャレンジもずっとやってて、だんだんこのマクラーレンの走り方も僕分かってきたんで、これちょっとやってみましょうか。割とポルシェとかに比べると挙動が素直ですね。初めてこのプロジェクトカーズ2紹介した時も言いましたけど、まあ、それ以上にさらに走り込んで、あ、結構レーシングカーっぽい感じの挙動だったなと思って、なんかまあまあ楽しいですね。割と振り回して走ってもいい感じな。さあどんな感じでしょうか。650SGT3、 一応ね、このステアリングもファナティック出てるんですよね、このレプリカみたいなやつが。まあ、もうちょっと前のマクラーレンのやつですけど、 T1 だったかな。まあ、でも今形ほぼ一緒っていうか、2000年代のマクラーレンの F1 のステアリングですよね。曲がんねー。一応まだタイヤも冷え冷えなんですね。うわー、スピーチャースピーチャースピーチャー、こういう低速コーナーが多いからやっぱりちょっと気を使いますよね、走って。ここから見える風景はなんとなくサーキットオブジアメリカズに似てる感じがするんですけど、このアップダウンがあって、なんか向こうにちょっと素朴な感じのピットビルディングが見えるっていうのは、こことかね、この感じすごい似てる。サーキットオブジアメリカズの1コーナーの先の斜面から見る風景に似てるんですけど、まあまさかこれを参考にサーキットオブジアメリカズをティルゲが作ったということはないでしょうけど、
まあ、もしかするとこのサーキットは、あ、ここ今もうスポーって今フロント抜けるんですよ。ここフロントが抜けて曲がっていかなくなるんですよね。そういうところうまいこと対処していかないとダメですね。一応なんかイン側いっぱいなんかサポートピットみたいな並んでますね、テントがね。今言いかけたのはあの F1 とかインディーみたいなこうフォーミュラカーでこうバリバリ走るっていうよりはこの GT3 車両ぐらいで走る方がもしかすると面白いサーキットかもしれないですね。それぐらいなんかこういうインフィールドがコンパクトなんで低速コーナーがやっぱちょっと多すぎますよね、 F1 とか速いフォーミュラに対しては。だからここで多分テストしろって言われても高速コーナーがないから結構チームとしてはきついと思いますね。空力のテストとかあんまりできないですよね。だから2008年9年やったもののその後あまり使われなかったっていうのはそういうことなんだと思いますね。もう本当に全開区間で、うん、あのコンスタントスピードで例えば時速200キロで走ってデータ確認するとかそんなのしかできないから高速コーナーでギューンって走ってあのドライバーのフィーリングどうみたいなそんな感じじゃないですよね。こことかもねもう普通に全開だからいわゆる中高速コーナーっていうのがあんまりないんで、まあ、ちょっとレイアウト的に辛いとこでしょうね。まあ今バルセロナもねだんだんあの全開でいけるコーナーが増えてきちゃったんでそうなりつつはありますけどね。うお今フロント抜けてるんです。ここから重たくなる。これがあのステアリングがすごく軽くなってふわって抜けてでまたギュッと重たくなるっていうのがねファナテックのステアリングに再現されてますね。うわ止まりきんなかった。まあ、こんな感じで GT3 で走ると、まあ、割と特にこのマクラーレン 650S とかだとキビキビ走るようなこういう車だとちょうどいい感じのサーキットかもしれないですね。 F1 にはちょっと小さすぎるけど小さいっていうのは全長は長いんで小さいわけじゃないしコンパクトなわけじゃないんだけどでもこういう低速コーナーが多いんで F1 だとちょっとストレス溜まるかなっていう感じですけどこの GT3 車両ぐらいだとちょうど走ってて楽しいんじゃないかなと思わせてくれるサーキットですね。だからまあ MAX もGT3 で走って割と悪くないサーキットだよねって言ったのかもしれないですね。 F1 で走ってたらボロクソ言ってたかもしれません。まあ、そんな感じで、以上現場アルガルベの米庵でした。